1日1回召喚やっていきましょう。正直ね、この2人に関しては自分引かなくていいということで、やっぱりアベンジャーのガチャ引いていこうかなと思います。アルトリアキャスターのねピックアップが始まったということで、まあ狙いたいっていう方はね必ず狙っておきましょう。あの子がいないとね本当に攻略しにくいっていうクエスト多々あるということで、まあこの動画を上げる頃にはアルトリアキャスターのピックアップは終わっている可能性っていうのが高いんですが、まあそこら辺に関してはね、まあまあうまいことできたらいいなという感じで、まあうまいこと動画投稿していく予定となっております。はい、予定となっているんで、投稿されるのかなわからないんですが、まあいろいろやっていけたらいいなっていう感じかな。コウメさんのピックアップはいらないので、まあとりあえずアベンジャーのガチャをね脳死で引いていこうかなっていう感じで、モリアーティのピックアップに関しても引いてたんですが、正直モリアーティさん今更ながら俺絆自由にしてたから砲が上げする必要あるかなーっていう気持ちになってちょっと揺らいでおります。あとちょっと待って、概念レースを着すぎ、え、俺この概念レースを引いてなかったの、びっくりしました、ありがとうございますこういうこともあるから1日1回召喚って大事だなって思います。ということで概念フェーズでした。次回です。1日1回召喚やっていきましょう。はい、この2人は引かなくていいということでエドモンから引いていきます。まあやっぱサポーター関連ってね、ホーグレベル上がったらまあ別にね上げなくていいっていうのがある。ん？なんか今日本語変だったな、ごめんなさい。まあいつも通り日本語はおかしいのであんまり気にしないでください。いやマジね、寝起きでね動画撮ったりするとね、なんかたまに何言ってるのかわかんないことがねいっぱいあるんだけどね、まあ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 、そういうこともいろいろあります。うん、だって寝起きだものそれでいいのか、まあそれでいいか。でまあ今のところね、特になんか目ぼしいものが来てるかと言われると特に何も来ていないという感じなんで、まあ金色に輝く誰かが来てくれるといいなーって思っているんですが、それまでにこの動画を上げるのかまだ分かっておりませんが、アベンジャー組は正直なんか1体ぐらい引きたいっていう気持ちはあるよねーって思いつつね、なかなか星4サーバントすら引けないということで、まあいい感じに乱数調整が今後入って神引きできたらいいなって思ってます。ということで次回です。1日1回召喚やっていきましょう。ということでもうそろそろですね、名前が出てこなかったアベンジャーピックアップが終了するということで、いやーアベンジャー引きたかったなーっていう気持ちあったんですが、なかなかというので、まあ明日4月3日にアベンジャーのピックアップはもうほぼほぼ終わってしまうという感じです。いやー本当にね、なんだろう、この後アベンジャーのピックが来るかどうかってわかんないじゃないですか。って考えるとさ、ちょっとね1体ぐらいは金サーバント欲しかったなーっていう気持ちがあったんですが、まあ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 、やっぱ1日1回召喚いい引きができる時もあれば、まあ特に何もない日もあるということで、まあ幸せは続かないということで、まあこの後ねまた新しくピックアップ等が始まると思うんですが、まあそれ何が始まるかわからないんだけど、まあそこに関してはうまいことね、引いていって遊んでいけたらいいなぁと思っております。いやけど4月3日に終わるピックアップが3つぐらいあるということで、はい、明日楽しみに新ピックが来ることをお祈りしましょう。ということで次回です。1日1回召喚はやり得やからな、とりあえず引いとこう。メルトリリスは当たったらラッキーだけど、パッションリップもいたらな、よかったんだけどな、まあいなかったということで、まあ、ただここの2つは1日1回召喚引かないでいいって考えると、まあまあまあまだマシだ。この後またいろいろピックアップくんのかな、本当にどうなんだろう。あ、終わっちゃったなんか4月5日までだもんな、17時59分、明日また新しいガチャくんのかな、ちょっとそこは楽しみだよね。というのでコアトルさんのピックですね。コアトルさんのピックな、このコストゲンだから引いときたいっていうのが結構あるんだよな。アストルホレイソーだ、懐かしい。お、優勝席がマジで消えてってる。マジ1日1回召喚ね、優勝席の消え方がえぐい早い、えぐえぐえぐっていうぐらいに早すぎるんよ。1日何回ガチャ引かせんねんって定期的に思うわ。
まあ別にいいんだけどさ、課金すればいいし。でもさ、金キャラ見たいなっていう。もう特になし。以上、一日一回召喚やっていきましょう。ここ最近特に何も当たりが出ていないということで、なんか出てくれたらいいなって思いつつ、だいたいそういう時に限って何も出ないんで、はい、なんか当たったらいいなっていうので惰性で引いているという感じです。惰性で引いてるって考えていいのかな。まあただここでいっぱい引いているイコール、まあ次の新ガチャとかでワンチャンね、スッてね来る可能性っていうのが十分にあるんでね、まあ逆に変な星4とか来ない限りは、まあ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 普通に来てくれる方が嬉しいな、まあガチャが引けるだけありがたいなとか思っているんですが、どうでしょうかっていう感じです。僕はメルトとイドモン、どっちか欲しいなって思ってるんだけど、まあなかなか来ずということで。うん、でまあ実際ね、今4月7日なんですが、来週イベントあるかなっていう期待も込みで虚無なのでね、できたら早めに来てほしいなと思います。次回です。一日一回召喚やっていきましょう。はい、以上です。あれ、俺コウってホーグレベル5にしてたっけ。ちょっと覚えてないんだけど、まあ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 重なったら重なったらでラッキーという感じで、はい、まあ一日一回召喚やってってるんですが、まあ今のところね、まあ正直特に不条くん何の動きもないということで、もうそろそろ情報出せよってめちゃくちゃ思ってるけど、なんか水曜日の更新もなさそうだし、全体的になんもなさそうだなーって思ってるんだけど、どうだろうねーっていう。いや本当思うんだよね、なんかさ、情報ぐらい出せばいいのにってめちゃくちゃ思ってる。なんかイベントは2週間後にやりますって言ってもいいからさ、情報だけ出してほしい。だって今どれぐらい、2週間ぐらいさ、結局何も出てない気がするんだよね。ってなると待ってるこっちがつれーっていう感じになるからさ、何らかしらね、もうちょっとねやってほしいなって思っております。はい、でまあもうそろそろ1日1回召喚のストックが溜まってきたので、多分動画投稿されるかなと思うので、次回ぐらいにあげましょう。終了、1日1回召喚やっていきましょう。はい、ということで、更新等があったんですが、正直ね特に何もなしというので悲しいなって思ってる。いやーマジでさ、更新等来てくれるのは嬉しいんだけどさ、やっぱイベントの情報出てきてくれるのが一番俺は嬉しいなって思ってるんで、なんかイベントの情報が出ないっていうのが個人的にはうーんってなっております。いやー、なんか FGO くんね、まあ金曜日の更新メンテナンス入るから、そこで何らかしら来る可能性っていうのは十分にあったりはするんですが、っていうね、本当に。なんか、はぁ、という気持ちになりながら、まあ一日一回召喚をグダグダと引いているんですが、まあ特にね、今のところ、まあだんだんとね、石が減ってきているので、ちょっとね、困ってるなーっていう感じなんですが、まあいつかいい結果が出ると祈りましょう。次回です。一日一回召喚ということで、あれだね、本日で多分動画投稿されております。まあ理由として明日ねメンテナンスが入るということで、まあここら辺の一日一回召喚のまとめもね上げていいタイミングかなと思ったので、はい、上がっております。いやけどね、今回の一日一回召喚はねって感じなんですよ。今のところマジで何も出ずに終わってるということで、ただただ1分間グダグダーって雑談しつつ歴史を振り返っていたっていうだけです。まあマジでね、1週間か2週間ぐらいのやつをまとめてポンって上げてるんで、喋ってる内容がさ結構自由なんだよね。うわー、なんか新しいやつ来たらいいなーとか、なんかこういうの来たら嬉しいよなー、さすがに虚無期間はないだろうみたいな、いろんなこと話してるんですけど、なかなかね、来ない。何もないということでね、おぉトールフォートールフォー、え、いや、フォアトルでええやん。
もうコアトレでええやん、それは。なんでなん？一瞬ローリング重かったからさ、なんか来そうだなっていう感じがして、ライダーで、あ、これ星5コアトレさん来ちゃーとか思ってたら、トリフォト。はい、人生そんなに甘くはありません。以上、ということで、最後の最後でオチがついたということで、1日1回召喚のまとめはここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。まあ明日は多分メンテナンス入って、オルガマクエストとか色々来ると思うので、うん、楽しみに待っておこうかなって思います。新規イベントの情報も早く出してくれ。それじゃあ、バイバイ。Thank you.